遊園前バス営業所電停は、かつて、福岡県北九州市小倉北区場、伊東図4丁目にあった、西日本鉄道北九州本線の電停である。本項目では、1985年10月まで、隣接して設置されていた、伊東図車庫についても記述する、九州電気機動本線第一期区間の開通により、開業した、伊東図車庫設置以前は、 伊東津橋と称した。1940年10月の伊東津車庫解説に伴い伊東津車庫前に改称した。これ以降、伊東津車庫営業所担当の電車については、到底流上で入出庫や乗務員交代が行われるようになった。1985年10月20日の北九州、線部分廃止の際、伊東津車庫。 営業所は廃止されて、西鉄バス遊園前営業所となり、東底流上の名称も、遊園前バス営業所となった。1992年10月25日の廃止まで、この名称が使用された。上下線それぞれに安全地帯のある乗降場を有していた。渡り線と、1985年10月までは、入出庫線もあった。1932年7月、 九州電気軌道は、東底流上のある伊東津地区に伊東津遊園を開園させた。同社は合わせて、来場客輸送に備え、伊東津地区に発着する臨時電車の運行設備を整備することとし、付近に電車の留置線が設けられた。この留置線が1940年10月15日付で、移設、拡張されて、伊東津車庫となり、営業所も設置された。 本線の付設されている電車通りの南側、電車通りと板別川に挟まれた敷地にあり、電車通り側に営業所の建物が置かれ、留置線や研修庫はその裏の板別川側にあった。所属車両の日常検査を行ったほか、伊東図遊園行楽客などの輸送に係る臨時電車の送車業務も行った。1985年10月20日の北九州、線部分廃止の際、 運用車両減のため、他の車庫に先立って廃止となった。路面上の乗降場については、廃止後は完全に撤去された。西鉄バス遊園前営業所もよりのバス停は、電停と同様に、遊園前バス営業所名称だったが、北九州線廃止後は、遊園前営業所の名称に変更された。その後バス営業所は廃止され、跡地は、西鉄ストアが運営する西鉄。 ストアイトーズ店スピナイトーズ店となり、最寄りバス停の名称は、上、伊東図となった。その後も敷地東端には、バス折り返し場が残され、一番などに、上伊東図発着のバスも存在したが、2013年3月現在では、この折り返し場も廃止となり、跡地は、マンション建設用地となった。ありがとうございます。